どうも宮迫です。新宿歌舞伎町をブラブラしてみようのコーナー。さあ歌舞伎町一番街来ております。普段全く来ません。なぜなら怖いから。なので、この方をゲスト呼んでおります。どうぞお願いします。ブリタさんです。世界一当てにならないボディガード。いや当てになりますよ。ブリタさんと2人だったら全然いけるわ。歌舞伎町逆に怖いって説もありますよ。どういうこと？ブリタさんが歌舞伎町歩くと何が起こるのか僕らもわからないんで。歌舞伎町なんてもう庭みたいなもんでしょ、はい。まあ、ここで生まれ育ったんですけどここの組織波紋になってるんで心配しないでください。組織を波紋になってる。その組織はまだ存在してるんですか？あ、まだ本部のビルありますよ。ビルある。ちょっとやめましょうか。まあ、多分大丈夫。ただその、はい、僕も筋の世界にいたんで、筋の人たちを刺激するのはやっぱ良くないんで、はい、あえて明るい時間にさせてもらったっていうのはそういうことなんですよ。夜なんて絶対来ないですよ。そうそうそう。それとやっぱり、あえているようなところにこっちがこう撮影中だからのぞのぞ行くようなことをやると、はい、お前、こっちが見逃してたのにわざと刺激しとるみたいになっちゃったらまたその人のプライド面を立てれてないんで。どっちの方にビルあるんですか？まあ右の方っすね。右は絶対行かんときましょう、はい、ずっと左行きましょう。了解です。キワキワ忘れましょう。お前知らんで。そんなこと言うてて昔、はい、マネージャーな、そういう人たちが大阪でロケ終わりでバッと打ち上げ行こうって歩いてて、はい、声出さんようにバレんようにしてたのに、声でめっちゃやってるもんやからって言ってバッと来て、はいはい、絡まれてそれを止めに入ったマネージャーさん腕の骨折られてるから、だからお前折られるで腕の骨とか。おとなしくしましょう。おそらくこの町じゃ多分、人気ないと思うんですよ。あ、そうなんですか。俺の読みでは宮迫さんは多分大ブレイクしたと思うんで、そっちの人たちに俺と一緒に写真撮ろうやっつって、おい宮迫って写真撮れって言われて。なるほど、世代的にそうですよね。100万ちらつかせながらそうやって確かに龍が如くも出てるし。そうか、龍が如くの中では僕、はい、歌舞伎町何回も来てるんですけど、実際はどうなんですか。実際はカムロ町と歌舞伎町の実際は、はい、来てるんですけど、実際は、はい、吉本の本社がありますので、はいはいはい、年に 1,2 回本社に行ったぐらい。あとルミネ座吉本があるから そこはもう向こう側なんで、はいはいはい、こっちの方にはもう一切来ないです。なるほどなるほど。昔は今ゴジラがあるところ、はいはい、あっこがコマ劇の下がシアターアップルっていうところなんですけど、はい、そこでお笑いの公演をやってたんで、はい、その頃はなんか泊まりで来てたりとかあったんですけど、その頃にあったんですね。怖い思い出がたくさんあるんですよ。どんな目にあったんですか？これ前も言ったと思うけど、一回はい、清流島で、はいはい、その闇の組織の人が両腕切られたって事件あったの。はいはい、ありました。あったでしょ、はい、あの時いたんですよ。ちょうどねそこ突き当たりですよ。そうですよね。そうそうそう。ほんで俺この辺もうなくなってるかな、この辺の雀荘に後輩とかで行ってたんですよ、はい、多分ねこんな感じのビルでこの上の階段から朝方こうパッと降りてきたのよ、はい、降りてきて人がバーって朝5時ぐらいか6時かうわ人が走って逃げていくのよ、はいはい、ほんでみんな逃げろ逃げろって言いながら誰か走っていくから、うん、ちょうど階段をバーッと降りてきて、え、何と思って、うん、こうやって覗いたら、はい、清流、血まみれの清流と、はいはいはい、カラカラカラって引きずりながら歩いてる、はいはい、その切った本人がいたんです。ああ、そうだったんですね。もうまさにその時いたんですよ。これね、しょっちゅう光景なんですよ、そういうのは。ちなみにいやこのビルとかも、はい、金返せなくて首回んなくなったら黒服とかがバーってダイブして中途半端な高さだから死ねなかったりとか、これ当時の組長に言われて集金に行ったらそこのマネージャーがとかドア開けたらですよ、おみたいな。重い重い。あらまだオープニングからま数分で話が重すぎますね。ポンポン出てくる。 あとね、はい、これちょっとね僕名前定かじゃないから、まあ、勝手なこと言えないですけど、はい、あるプロ野球選手がこの辺の風俗で遊んでる最中に店と揉めて、はいはい、でこんなの払わねえよってやったらケツ持ちの不良飛んできて、で週刊誌なんか出ちゃまずいからビビってそこの建物から飛んで、はい、あそこ出ちゃってプロ野球選手ましたよ。プロ野球選手、その週刊誌にはバレてないですけど、一応ピンしますよ名前。いやその僕はその選手定かじゃないから。あ、なるほどなるほど。そう野球選手が飛んだよっつって、まあ、当時なぜか骨折した人がおったらその人なんでしょうね。そうです。へえー、すボンボン出てきますね話。まだ 100m も進んでないですよ。もう取れたから OK じゃん。あ、まさにだからここでシアターアップルっていうところでやってたんですよ。ここの裏に当時コードっていう
閉鎖されちゃったディスコがあったんですけど、ディスコってクラブみたいなのが、そこはね、ほんとチャイニーズドラゴンとか、はい、僕らとか、あとその不良のもう、あの温床になってて、はいはいはい、みんなそこでいろんな麻薬をもう、みんなもう、おかしくなっちゃってる、もう、ありとあらゆる悪いことが行われてた。そう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 。いや怖いわ。だってその僕ら楽園って呼んでたんですよ。楽園ありとあらゆるカオスで状況を悪いことが行われてるとこは楽園ですか。そうそう、俺は草原郷だっつって。いや違いますよ、巣窟です、悪の巣窟です。そうそう、楽園って呼ばれましたよ。でも結構宮迫さんの大好きな風俗とかいっぱいあるんですか。僕一回も風俗大好き、違ってくるな、一回も風俗大好きから言ったことないです。まあ本当ですか。あの今カメラをグッとやってきたこいつが好きなんですよ。いや、この欲望の街に来て宮迫という男がその、はい、何もたしなまないで帰るわけないじゃないですか。あの風俗には行けなかったんですけど、はい、あの飲み屋の方に いろいろあのたしなんではいました。ありがとうございます。ちなみにおすすめとかですか。いや、これ時代が違うんで。何聞こうとしてるの。あ、風俗にね、風俗は俺があの面倒見たりとかしてた側だったんで。あ、なるほどなるほど。丸丸組に売りた人だそうなんて言ってこんなってサービスのプレイ受けたら別に恥ずかしいじゃないですか。だからそうそうそう、あの僕も行ってないですけど、そのストリップに出られてる方とお知り合いになったりとかありましたよ。知り合ったんですね。はいはい、知り合って、あのプライベートでストリップしてもらったことはやかましたもう。何はしてんねん。そう、どういう状況ホテルとかで音楽とかも自分でスマホとかでかけるんですよ。そんな本格的にはやらないです。これも歌舞伎町タワーと東横です。あ、これそうですね。これが、え、あれが歌舞伎町タワーです。歌舞伎町タワーっていうの、はい、いつできたの。あんなこれね、結構最近ですよ。そうですよね、つい最近ですよね。最近昔映画館やったね、下が。あ、思い出した。昔、はい、このビルのどっかで、はい、あの桑田佳祐さんのシークレットライブに行かせてもらったことがあって、はい、桑田バンドっていうのをやられてたと思うんですけど、ギターかな、ギターかベースの方が、はい、ちょっと僕らクズっていうユニットやってて、ね、それで編曲をやってくれてたんですよ、はいはい、それでその方に呼んでいただいて、はい、めちゃめちゃ良かったんですよ。あ、思い出した今。その日一番感動したのが、はい、阿弥陀ババアの歌って知ってます。はい、知ってます。あれやってくれたんですか。そうなんですよ。あ、マジですか。さんまさんが歌ってるやつしか聞いたことなかったんで、はいはい、桑田さん歌ったらもう別物です。めちゃめちゃかっこよかったです。ちょっと泣きそうになった。いやー、あ、全然変わ、でもところどころ昔のままのとこもあるな。そうです。こことかね、あの日の丸とか確かその古いキャバレー装置とかあるんですけど、はい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 、もうなくなっちゃったのかな。とんでもないババアが出てくるんですよ。そんなあればまあ出てくるとこだったんですけど、まだちょっと外観生きてますね。あ、昔ながら残ってますね。そうそうそう、まだ名残というか。ちょっと先にバッティングセンターありましたね。ありました。あれもその竜が如くでありますもんね、バッティングセンター。そうかそうか。そのバッティングセンター僕用意してたんですよ。そのあの、みんな、その藤原やなんやとか、宮川大輔とかと。すごいなぁ。昔ながら変わってないとこもあるわ。変わってないとこがあるのがちょっと怖いわ。確かに確かに。このね、あ、ちょっとね、ちょっと1個エピソードあるんですけど、はい、この縦花ビルの、はい、まあ、6階、あ、今ちょっとお店も変わってありますけど、はい、俺、若い時に有名なおかまがいたんですよ、はいはい、歌舞伎町で、まあ、有名っていうのはその夜の町の休みに有名ってことです、はいはいはい、で、そのおかまが、はい、まあ、違法カジノ、闇カジノですごいお金を一晩に使うんですよ、はいはいはい、で僕がたまたまそのお店で知り合って、なんでこの人こんな金使いなと思って、何やってる人なのかって聞いたら、はい、そのママっていうかそのオカマの人のヒストリーみたいなのを一回聞かされて、はい、その私は歌舞伎町で数々の夢を叶えてきたから、はい、今は自分のお客さんにたくさんの夢を見させてる、うん、夢を見させる対価として私はこうやって足のお金を稼いでる、はいはい、その私の仕事ぶり一回見るっていうから、はい、かっこいいなと思って見に行ったんですよ、はい、そしたらね、ここの店ね、そのママ目当てに来たお客さんがこう、まあ、一組、二組ってこう夜中にするとどんどん増えてくるじゃないですか、はい、それがね、ついに寝出したんですよ。店の中で、店の中で、はい、それまで楽しく喋ったサラリーマンとかパターンって寝ちゃって、はい、でママがすごいドレスでうろ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 してるんですよ、はい、で、ボックス席の奥の方にいた僕のことを目がウィンクしてきて、はい、今から始まるわよみたいな感じで、始まる、何が始まるのかなと思ったら突然そのお客さんの財布を没収したんですよ。そうそうそう、え、何やってんのと思ったんですけど、もうちょっと怖くて動けなくて一部始終見てやろうと思って、はい、でそれを全部物色してカードを見て、手下がいるんですよ。その手下のお釜のやつら、はい、ATM で下ろしに行かして、要するに業界でマグロの叩きって言うんですけど、マグロ状態にして、要はその睡眠薬的なものを混ぜて、でまた彼らは夢の中よって言ってきたんですよ。怖っ。だから夢を見させるってそういうことがいるみたいですちょっとそうそうそう、あの長い時間に行きましたけど、たくさんのお金引き下ろすんじゃなくて
バレないような。バレないような。そうなんです。だから常連客がまた来たりするんですかね。そうそうそう。ほわ、すごい話。微妙でうまいんですよ。なるほど。いろんな方法で悪い金の稼ぎ方あるな。怖いよ。でもやっぱ大阪に似てますよね、ちょっと南に。そうですね。南、まあ、あの 梅田 の、はい、あのちょっと外れのところにも似てますね、雰囲気が。あ、こっちはね、やめた方がいいです。やめた方がいい。どうやめた方がいい。あ、なんか。もう動揺してるやん。わきばき打ってるやん。あ、なんか。もう動揺してるやん。わきばき打ってるやん。こっち危ないですか。あ、いや、俺ね、いろいろ昔ややこしく囲まれて大変だったんですよ。やめましょう。俺一人だったらいいんですけど、一緒にいて宮迫さん囲まれたらめんどくさいんで。いやもう、いやです、もうほんまに全員無視して俺全速力で逃げるからね。こっちまして僕のこの外観がここにいるぞって言ってるようなもんじゃないですか。いや目立ちますもん、だって。そうそうそう。こっちはまあホストばっかですね。ああ、なるほど、ホストクラブが集まってる。はい、はい、あ、こっちは来たことあるな、あのホスト企画とかで。そうです、ヒカルさんのホストも向こう側でやったりとか。え、吉本の本社向こうか。あっちです。あ、こっちか。あれはゴールデン街の本社。あ、そうですそうです。やっぱ本社の中で言い渡されたんですよ。いえいえ、あの事件の時は。あの事件の時、あ、本社にも何度か、はいはいはい、あの話し合いで行きましたけど、もう最終的には、LINE メールでした。あ、そうなんですね。これちょっと使えるかどうかは、まあ、私は使えないと思うんですけど、はい、あのちょっといろいろ聞いていいですか。聞きたいこといくつかあって。あ、どうぞどうぞ。島田紳助さんってヤクザですよね。ヤクザではない。違うんですか。使ってください。ヤクザではないです。明らかにヤクザじゃないですか。ヤクザのお知り合いがいたって。ああ、そうなの。本人は違うんですか。あ、違います、違います。あ、全く違います。へ、はい、優しい方です。あとなんか前回ブレイキングダウン 8.5 やってたじゃないですか。はいはいはい。あれにあの霜降りなんとかの、あ、粗品。あ、そうそう、はいはい、その粗品氏がなんかね、宮迫さんのことを呼び捨てしてたんですよ。はいはいはい。ぶっ飛ばしていきます。あ、生意気じゃないですか、ちょっと。あ、僕はもうね、あの可愛がってる後輩ですから、呼び捨てにしても全然いいんですけども、だから、ウリタさんが、はい、イラッとしたんであれば、殴りに行ってあげてください。いや、僕がこうやってエアを入れたことで、ちょっと宮崎さんが乗っかってくれるかなと思ったんですけど。粗品君、ごめんね。いつもいじってくれますからね。そう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 。そう、なんかな、いつも、あの、ラジオとかでも。まあでも冗談的に愛を感じるしね、逆にその先輩のリスペクトを込めてわざとああいう。そうですね。普通あの、なんかややこしいと思ったら、いじってもくれないですからね。いや、もう先輩も後輩も本当に、優しい人ばっかりです、本当。でもなんか芸事の世界とかって、ある意味ちょっと不良の世界と似てますよね。なんかその、上の人ちゃんと立てたり。その、立て社会みたいなとこは、確かにそうですね。なんかあの、はい、歌舞伎町おすすめグルメとかあったりするんですか。いや、あのね、僕はそんなの飲み歩いたり食ったりっていうのはかなり前なんで。ああ、もう店がね。あ、そうっす、だいぶ今変わっちゃってる。いや、もう全然全然、俺らがよう行ってたラーメン屋とかもだいぶ前になくなってるもん。そうなんですね。変わって、全然変わってるよ。だって、はい、だいたいからこんな観光地じゃなかったですもんね。全然違う、全然違うし。本当にそれこそ夜歩くには僕らから見たら楽園だけど、普通の方から見たらちょっと、いや、もう足を踏み入れづらい。もう全然、もう怖くて怖くて全然歩かなかったです。歌舞伎町歩くなっていう会社からも言われてたもん。これがそうですね、そのお風呂、バッティングセンター。あ、まだあるんですね。バッティングセンター。はいはい。ここよう来てて。ちょっとじゃあこっち行きますか。行きますか。はい。懐かしい、まだあんねん。まだあるですね。懐かしいなぁ。懐かしいけど。今やっぱりそのあの辺で立ってる10代のこう、はい、買いに来てんすか。いや、誰が買いに来る。使えない使えない。誰が P 買いに来てんねんだから。どうし、編集が大変なこと言うてもでしょ。編集が全然いいです。いやー、ニューハーフとか行けるんすか。行けるんすか。いや、あの、いや、質問の意味が分かんないです。いやいや、なんかその俗欲しいことだったり欲望の先に、はい、宮迫博之がいるみたいな感じですか。そんなことないでしょ。欲望の先にいる男みたいな感じですか。いろんな経験をさせてもらいましたよ、はいはい、いろんな経験グイッと寄ってくるんだよ。もう欲望の集大成っていうか、もう最高欲望の最高傑作って感じですか。もうなんか最終形態。あの、身長190超えの金髪の、はい、金髪のメガネかけた、あの、ニューハーフっていうのかな、ゲイのおっちゃんに、あの、おかさらするようになったことあります。それは実際あります。どこまでやられたんですか。
グッとくんない。どこまで？その方の お口で行使していただきました。何はしてんすか。嬉しそう、織田さん。最高に楽しいですね。はい、怖かったんですよ。最高ですよ。その人にいろいろおごってもらった後に、はい、ちょっとホテル来なさいって言って、はい、いや、僕そんな、何もできないですよって言って、ただもおごってもらってるし、はい、先輩の紹介やったんで、行って、あんで、噂で、その人が空手の有段者やって聞いてたんで、はいはい、ホテル入ってから、はい、絶対逃げたかったんですけど、はいはいはい、万が一、うん切れられて、はいはい、まあもうその身長差の絶対勝てないんで、捨て頃も強い気になったら、はい、ボコボコにされて何かされるよりはと思ってどうしたらよろしいでしょうかって言ったら、私のお口で行きなさいって言われたんです。それでも反応してたんですよね。いや、ただ投資ってことは怖くない、怖かったら、いや、勝たない。最初は無理やと思ったんですけど、やっぱ偉いもんで、やっぱ男は男の気持ちいい場所を知ってる、快楽の壺を心得てる。いまだかつてあんなにうまいお口のお星、はい、未だかつて経験してないです。もう恋焦がれてるじゃないですか。思い出しながらもうなんか余韻に恋焦がれてる。ハマる人とか、そっちの世界に入っていってしまうような男性の気持ちは一瞬わかりましたね。はいはい、ああ、なるほど、なるほど。テクニックとかあれはすごいですね。いや、すごかったです。もう30年ぐらい前の話ですから。はいはい、東横とかどうでもよくなってきちゃったんですよ。違うんですよ。今だからその東横キッズっていうのがニュースとかでやっぱり、はいはい、そのワードは聞くけど、僕はちょっとよく分かってないんですけど、言ってしまえば未成年のたまり場みたいになっていて、それこそオーバードーズとかも流行ってますよね。まあそうですね。オーバードーズ、まあ、一時のそのだからブームというか、その話題になった時の社会問題になった時のほどの熱はないみたいで、何回も摘発されてるんですよ、はい、あ、なるほど。今いるとしたらもう6代目7代目レベルの。ああ、そうなんですか。あ、そうそうです。最初の頃はやっぱ説明かせしてたり。あ、なるほど、はいはい、そういうことか。パカツでちょっとホテル行ったら男たちが出てきてとか、そんなんで金稼いだり。なるほどね。じゃあちょっとインタビューします。え、マジですか。こんにちは。YouTube に映っている人だけお願いします。ストリートファイトしたんですか。これからするんですか。ええわ。してください。え、トヨコキッズ。そう、あのあれ。そうなんや。川崎隼人さん。はい、あ、隼人さん。トヨコキッズ、はい、10万も勝ちました。おお。すげえな。すごい、いろんな渋滞してるな。500円で10万買ってる。毎日歩いてるよ。甘いですか。渋滞してる、いろいろ渋滞してるよ。皆さんおいくつですか。15。え、ここで何してんの。遊んでるの。何して遊ぶの。それでご飯行って。パパカツでしょ。パパカツ、パパカツしてんの。しかねえやろ。あまりするの。たまにすんの。今日マリアの泊まる予定。え、マリア友達と泊まる。マリア、バリア、バリア、何バリア。あのラブホテルか。ラブホテルに泊まんの。15歳で泊まれないじゃん。そのお金どうすんの。お金ある。あの、なんでお金あるの。出し子。親からもらえる。親からもらえるの。これはちょっとやべですね。やべだな。宮迫さん、カスタマーいかへん。カスタマーって何。そこから、この人は持った方がいい。完全個室。この人から。うやん。この人は、この人はね、帽子するとお金をくれるシステム。せえへんわ。せえへんわ。みんなでこの人帽子すれば、お金を得る。帽子のはずなのに、全然帽子くれない。ジュースしなきゃいけない。もうあんあんいっぱい食えるの。あんあん、これでバレて。バレて。言ってんねや。時々、やめなさい。すごいですね。いや、実際、いや、こんなにたくさんいると思ってなかったですよ。こんな時間いくのはもっといる。もっとおんねや。土日とかもっといる。夜もっと増える。土曜の夜はマジいっぱい。マジか。これ、今何代目東横なの。なんか結構最初みんなパクられてるのあったんやけど、今何代目なの。10代目、10代目以上で。10代目とかなんねん。今の栄養とかもどんどん変わってってる。もう15歳の子も。ちょっと皆さん、人生長いですから、いろいろ考えて養ってください。え、養ってください。養ってください。みんなが大きくなって、ね、男もいけるらしい。男もね。ちょっとカスタマ行こう。カスタマ行こう。カスタマ行こう。行かへん。カスタマ行こうよ。まあちょっとみんなね、ご両親もいますから、ちゃんといろいろ考えて頑張ってください。本当にね、今だけは楽しいかもしれないけど、ちゃんと自分のことをちゃんと考えないと、うん。そうだよ。傷ついちゃうよ。あと人生長いから、いろんなこと起こるからな。ちょっと成績取ってるから大丈夫か。ちょっとな。いろいろ頑張って考えてください。ありがとうございます。
とんでもございません。多分皆さんのご両親の方、僕は年上だと思うから。何歳？53歳。同じだ。同じ、近いな。年下、年下。そんな気も、お父さんの気持ちになっちゃうから、皆さんちょっとね。いろいろね。犯罪とかそういうのはやめてくださいね。ブレイキングダウンで言おうかな。ブレイキングダウン、出たらいいから。応募しないよ。応募し、準備行ったらいいよ。ちょっと、ぷよぷよやないか。あと、宮里さんリンガーナ、リンガーナだけど俺らより稼いでんだから。誰に電話してるパパ、パパに電話すな。あ、でもパパと連絡取れてんの安心するわ。そうですよね、うん、基本言われる人だったね、うん、じゃあここにいることが楽しいんだね。まあまあまあ犯罪だけね、犯罪だけダメよ、うん、薬とかね。そうそうそう、あ、バレなくても犯罪は犯罪。バレないように宮迫さんのお肉ちょっと取りに行こうかな。どういうことやじゃあ皆さん頑張ってくださいね。頑張ってね。ありがとうね。ありがとうね。楽しいお店作ったら教えて。オッケーオッケー。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうね。ありがとうね。ありがとう。はい。あー、すごかったな。早く切り上げたいからすごかったです。ふわふわなってきて。あの、トヨコキッズはね、まあちょっといろいろダメだと思うんですけど、ただあの東洋キッズ喋ってる時にどんどんいろんなあの不造無造が集まってくるのがめっちゃ怖なってきました。先輩いましたね。よくいました。まああの先輩昔からあんな感じですよ。あの辺にいつもいるような感じです。先輩っていうか、いやあれどっかの、組にはまだいるはずですよ。あ、がっつりまだ現役の方、まだ多分いるかもしれない。あ、なるほど、現役の方なので、あの全モザイクになってると思います。はい、ちょっと一周しただけですごいエピソードたくさん聞きましたし、ちょっと東洋コキッズもちょっとね、あのちょっと喋ることができて、ちょっと複雑な気持ちにはなったんですけど、ちょうど親世代なんで、なんでちょっとね、いろいろ考えてほしいなと思いますけども、あの面白かったです。面白かったですね。またあのぜひ、ちょっと目が変わってましたもん。なんかこれが奉仕しろみたいな。誰が奉仕しろになるんですか。なんか口では威厳のある大人な感じのこと言ってるんですけど、ちょっと下半身どうなのかなんで、はい、興奮するか。15歳とかで、15歳とかで言うとか興奮だ、打てる場合ちゃいます。上はいくつ、下は何歳までかあるんですか。上はまあまあ同い年ぐらい、50は何歳ですか。もうあの飽きません。ただ面白かったので、またぜひこういう機会。あ、面白い、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうですね、ちょっと俺の方でも、あ、この後ウルタさんのチャンネルの方で、はい、あの対談させてもらうと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。西野です。西野です。大切なお話をしたくて、舞台上のプレイヤーとしての宮迫博之を見たい。コントする。演劇です。お久しぶりです。あ、野田恵子さんです。よろしくお願いします。阿部義嗣さんです。最後のキャスト、はい、僕です。いや、僕です。ちょっとだからちょっと汗見ちゃった。テラバー、はい、見ますよ。もう本当に楽しみ楽しみ、はい。